原選館主人。原選館主人は、杉義春が1968年、ガロに発表した短編漫画作品。ネジ式と、ほぼ同時期に発表された、杉の代表作の一つ。夢の世界を描いた、ネジ式に対して、本作は、前世や因果、輪廻など、仏教的なモチーフを前面に押し出した、一種の恐怖漫画であり、幻想漫画でもあり、全体に、 このぐらい色調に貫かれている。また、極めて日本的な物語を描きながら、次がかつて愛読したエドガー・アーランポーの影響をも伺わせる不思議な味わいを持っている。本作の主人公は、次ヨシハルの自画像に近いリアルな劇画風キャラクターとして描かれるが、主人公のキャラクターは駒によって左右非対称になったり、表情が変わったりと目まぐるしい変化を見せる。しかし、 その変化はかえってこの作品のテーマである自己否定の不安感を際立たせる結果となった。この人物像は以後、柳屋主人や退屈な部屋など作者をモデルにしたと思われるキャラクターへと受け継がれていくこととなる。1967年は水木プロの仕事を手伝っていた頃で仕事量が増え検証園を患う。同年秋に単独で東北を大旅行、旅と、 場に強く惹かれる。1968年、昭和43年2月には、群馬県の湯宿温泉を訪れ、本作品の元になる体験をし、同年7月に発表。1969年、次は、朝日グラフの取材で、大崎のりを、北井和夫と再び湯宿温泉、奉仕温泉などを訪問するほど、湯宿温泉を気に入っていた。 その後の時代の変化に対応する形で作品の表現は初出時と微妙に変化した。特にヒロインの女将さんの障害を指摘するセリフ部分、推し、ツンボは差別に当たると判断、小学館など、その後出版された作品集では全面的に書き改められたが耳と口が不自由らしいですねへの置き換え、それによって初版の持つ効果は著しく損なわれた。 ねじ式同様、この作品も後年多くの表現者によって引用、パロディ化が試みられた。また、駒いっぱいにセリフを描く手法は、江口久しや鴨川つばめなどのギャグ漫画家に、しばしば用されている。本作の場合、絵の得意さももちろんだが、セリフの異常さが際立っている。その原因の一つとして、女主人公である、厳選官の女将さんが、 老和者であるという特殊な設定により、その発する言葉が、ぎょほぎょほ、グフグフなど、およそ会話として成立しない事情が挙げられる。そうした、この作品の持つ特殊性が、後の作家たちに絶大な影響を与えた。主人公は、温泉地を訪れ、駄菓子屋に立ち寄る。駄菓子屋の店主は、この温泉地にある、厳選館という旅館の主人である男が、 本作の主人公にうり二つであると述べ、その男が厳選館の主人になった行きつを主人公に語って聞かせる。それは次のような話である。男は主人公と同じように駄かし合う尋ね、厳選館に宿泊した。その夜、男が厳選館の浴場に入ると、そこには独身である厳選館の女将が先に入浴しており、男は女将に対して、 暴力的に性交渉を誘う。男の世を察した女将は部屋に男を招き入れる。その後、男は、厳選館の主人となった。この話を聞いた、主人公は、自身も、厳選館に泊まろうとする。老婆が駄菓子をしゃぶりを弾きをして遊ぶ、老婆しかいない町は、前年に、告げ吉春が旅をした群馬県の湯宿温泉が、モデルになっている。湯宿温泉は、 上州街道から少し外れた旧三国街道に面した宿場町であり、旅館もご、六軒しかなく、源泉掛け流しの共同浴場が複数あるばかりの目立たない温泉である。タイトルの源泉館は、おそらく源泉館を意味するのであろうが、着想のもとになった旅館は大滝屋旅館である。そこで、次は強烈な体験をする。泊まった部屋は傾き、 ふすまごしに、老婆のお経が聞こえ、宿泊客も、老人ばかりで、自分自身が、人生の落ちこぼれ、廃山者のように感じ、また、それが、自分に似合っているようで切ない気持ちになったのだという。また、この大滝屋の婚欲の浴室で作品の浴場で、おかみさんを襲うシーンのもとになる原体験をする。婚欲に入るのをためらい、人のいなくなったのを見計らい一人で入り脱用。 している時に、中年の女が不意に入ってきて手早く、衣服を脱ぎ全裸になり、体を二つ折りにし、告げに向かって腰を高く向けた際に偶然、中年女の女性器が丸見えになってしまう。まだ若く独身であった告げは大変なショックを受ける。二人で無言で湯に浸かりながら、体が続ぞ々くぞく震えたのだという。その時のショックが、厳選官主人の入浴シーンを発想させたのでした。 夜行ナンバー12983年と後に十回する。告げはこの旅の時、ひなびた宿場町の風情に孤独の境地を味わい、ヨステ人になりたいと強く願ったというが、この時告げが宿泊した旅館も共同浴場もすっかり浸相されて、今や王子の面影を求めるのは難しい。ただし石畳の道は今も残っていて、 夜更けに人気のない道を靴音を響かせながら歩くと、漫画の世界に迷い込んだような感覚に襲われる。その後大滝や旅館は新築され、告げが宿泊した頃とは、全く異なった鉄筋コンクリートの近代的な温泉旅館に変貌しているため、当時の面影を求めて訪問しても無駄である。しかしながら、現在も当時場としての機能を残し、低価格で宿泊できる。 ユング派の横山博士は、厳選監主人と、モッキリアの少女、杖義春の引き裂かれた女性イメージと題する論文で、厳選監主人を例に挙げ、杖の赤面恐怖症を、統合失調症の専具症状をないしは、禁煙領域と捉え、杖が少年期に、エリク・エイチ・エリクソンの言う、基本的信頼の欠如や、マイケル・バリンとの否定欠損にさらさざるを得なかったことで、ユング的に言う、 母親原型に守られた形での用事、子供原型を生ききれなかったと見ている。これは、告げの母が生活に追われ、告げに対し母性を与えるだけの余裕がなく、告げの著作からは兄への愛情は語られるが、母への愛情は語られていないことなどから推測して、満たされなかった母性への強い渇望があり、それが、現代人が持つ不安とともに、ねじ式に描かれることとなったとし、 告げは、ところ定めぬ、違法人、エトランゼなのだという。多くの人が持つ安心感を持つことができる、登竜場所である場所や母性が告げには得られなかったことが、彼が近代化に取り残され、既視感を伴うような、偏僻の温泉場へ赴くことで地域の友からだから、これまでに渇望しても得られなかった、母なるものを体験する。また、人の、ラストシーンの二人のそっくりな男の遭遇は、 精神病理学的には、ドッペルゲンガーに酷似しているという見方を示した。自分自身の分身と出会うとき、周囲は嵐になる。内面の不安、恐怖の外部空間への投影が、ラストシーンだという。アサヒグラフ1969年2月14日号のインタビューの中で、次は作品を描いている際に、常にもう一本別の物語が並行して存在する。 ことを打ち明けている。本当は、そちらの方が好きなのだが、どうしても作品化できない。覚え書きには、何十本もストーリーを持っているが、大半が消えてしまう。従って、本当は多作家のはずなのだが、と告白。厳選館主人の裏話については、こう語っている。これを作品化できなかった理由については、技量のせい、いや漫画ではもう描ききれない何かがあるんですとだけ。 語った。告げは、この作品を発表した直後の8月から長い断筆期間に入る。網走番外地などで知られる石井照夫監督により、1993年に、告げ吉春ワールド厳選監修人のタイトルで映画化、される。佐野史郎が告げをモデルにしたつぶ役で主演し、表題作の他、李さん一家、赤い花、池袋百展開など4話からなる。 オムニバス映画である。リソン一家の横山昭夫、池袋百展会の岡田奈々など、キャストも原作のイメージにぴったり重なるものだった。菅義春夫婦が特別出演しているのも話題となった。なお、源泉館主人に登場する登りが立ち並び、ろうそくの灯る、このぐらい浴場は今上温泉をイメージしたものと言われる。 この作品での印象的なシーンのほとんどが伊豆で撮影されている。1994年2月25日に東北新社より VHS 版がリリースされた後、2018年6月2日に幻の映画復刻レーベル DIG より HD ニューマスター版が発売された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。